こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、もうすっかり夏になって暑いということで、こちらで遊んでみたいと思います。こちらは水鉄砲、ウォーターガン、名前はセイバーです。射程距離が 5.6m、 ポンプ容量が 110cc になっています。この加圧式のやつです。もう一つはこちらです。こちらはブレイドショット、こちら結構タンク容量が大きくて 580cc、 ただ飛距離は先ほどよりもちょっと短いですかね、 5m になってます。こちらも同じく加圧式のウォーターガンです。こんな感じになってます。これがブレイドショットです。そしてこの小さいのがセイバーになります。こんな感じのコースを作ってみました。コースでいいんですかね。こちらにウルトラ怪獣の EX レッドキングとバルタン星人、そしてハイパー Z のイマーゴを置いています。こちらにお風呂で水遊びっ子のプラレールを置いています。ではですね、このウルトラ怪獣をこちらの水鉄砲で倒してみたいと思います。水を入れます。あ、行っちゃうのね。行ってらっしゃい。息子はお出かけです。そして、あ、これ入らない、これ入らないかな。ちょっと入れてきます。じゃあ水を入れてきましたので、開けます。よいしょ。ではこれで、ではですね、やってみたいと思います。果たしてうまくウルトラ怪獣だけを倒してプラレールを落とさずにできるでしょうか。ではスナイパージョージ石原、いきます。こんな感じですかね、はい、ではまずはハイパー Z 狙います。えい、あれ外れた。あ、いったいきましたね。よし、続きましてバルタン星人、よっしゃ、一撃だ。EX レッドキング、あれなかなか強いんですよね。水遊びごっこのプラレールを落とさずにどう倒すかですよね。まずはちょっとずつ奥へ動かしていきます。はあ、効かないあ、効かないですね。全然効かない。あ、効かないわ。こちらの小さいウォーターガンのセーバーなのですが、こちらの方がちょっと威力強かったので、これでいきます。では、いきます。弱い。はあ、弱い。力を合わせていきます。ダブルならいけるんじゃないですかね。いきます。はちょっと効かないよ。プラレル落とさないように、いきます。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの水鉄砲で遊んでみました。こちらの容量の少ない方のセイバーなんですけど、ちょっと打ったらすぐなくなっちゃいます。なのでこちらのブレイドショットの方がいいような気がします。かなり容量が多いので楽しめるかなと思いました。あと EX レッドキングさんはちょっと強すぎです。さらにプラレールのお風呂で水遊びごっこが加わったことによって、もう全然打っても動かないんですよね。これは強かったです。またですね、こちらの EX レッドキングさんを倒せるような強い銃も探してみたいと思います。ありがとうございました。水鉄砲で遊ぶと童心に帰れて非常に楽しいですね。ただですね、暑いので熱中症には気をつけてください。